ジョン・タイター。ああ、ジョン・タイター。オカリンが言ってたのって、今アットチェンで祭りになってるやつのことだったんだな。それは偽物である可能性もある。俺が言っているジョン・タイターは10年前に現れた方だ。10年前にも現れた？同一人物？とにかくジョン・タイターがセルンのことについて触れていた。タイターはこんな予言を残した。すなわち、2034年までにセルンがタイムマシンを完成させると。おお、タイムマシン。まさにタイムリーな話題じゃん。でもそれって10年前じゃなくて、今のタイターも言ってた気がする。10年前だろうが今だろうがどちらでもいい。それより気にならないか、ダル。この奇妙な符号はシュタインズゲートの選択である可能性が高い。タイターって信頼できるん？信頼できるかできないかはどうでもいいのだ。俺たちと奴は今タイムマシンというキーワードでつながっている。そのタイターが言及したセルンについて念のために調べたとしても損にはならないはず。ダル、セルンについて詳しく。オッケー、僕のセルンフォルダが火を吹くぜ。